7月6日のイベントクエスト大強制の解説をしていきます。対象はバルファルク、場所は密林です。クエストの特徴は最大金冠確定。以前のアップでのポーランドバルファルクですでに金冠を取っている方も多いと思います。そのため金冠としての需要はあまり高くないかもしれません。頭の位置が若干高いため攻撃が外れやすいです。体力は約5万5000程度、攻撃力は普通です。過去にはコーランドバルファルク全武器10分切りもしており、正直被弾するのが難しいです。クエストをやる前から裸でも余裕だろうと思っており、案の定致命傷で済み余裕でした。敗北を知りたいですね。さて検証の関係でお供を忘れたので補充のためにキャンプに戻ってきました。お供のおかげで余裕のクリア。クリアタイムはよくわかりません。報酬は特別美味しいものはなく、周回するメリットは少なそうです。以上がイベントクエスト大強制の解説でした。